タケルでチューブです。2023年8月発売予定のガンプラ新商品、再販商品の発売日のご案内です。概要欄に商品一覧と目次を用意しておりますのでご活用ください。発売日確認中の商品もありますので、分かり次第概要欄情報の更新と直前の週間情報でご確認ください。8月以降発売予定商品を確認したいときは、概要欄に月ごとにまとめた月間ガンプラ情報と登録者限定カレンダーがありますので、この機会にチャンネル登録をしてご活用ください。それでは発売日順に見ていきましょう。 HGUC ガンキャノン、税込み価格1320円。広い可動域により、迫力のアクションを再現、腹部の可動により前屈が可能、かかとは接地性を高める構造を採用、握り手のほかポージングの表情を豊かにする平手パーツも付属、機体番号108、109、203のマーキングシールが付属。 HGUC RX75 ガンタンク、税込み価格880円。タンクという独自のフォルムを忠実に立体化、頭部ユニットはキャノピーをクリアパーツで成形し、コクピット内部も再現、印象を決定づけるキャタピラは軟質樹脂を使用してリアルな質感を追求。武器は両肩の 120mm 低反動キャノン、両腕の 40mm 4連装ボップミサイルランチャーを精密に成形。 HGUC アッガイ、税込み価格1540円。頭部内メカディテール再現、モノアイはレールに沿って稼働、腕の伸縮はパーツの組み替えで表現。武器は右腕クローとサワンミサイルに加え、右腕ミサイルも付属、クローの伸縮は先端パーツの差し替えで再現。1/1ガンプラくんデラックスセット、ランナーバージョン再現パーツ付き、税込み価格1100円。ガンプラくんの通常時とランナーバージョンを選択式でディスプレイ、ビームライフル、ビームサーベル、シールドのおなじみの武装も付属。 HGUC シャア専用ゲルググ、税込み価格1650円。頭部モノアイは左右に稼働、シンボルである角はアニメ版デザインで再現。また腹部ブロックの上下に稼働ポイントを設け、上半身の反りやひねりといったアクションが再現可能。 HGUC グフ、税込み価格1650円。現代的なプロポーションで造形され、自由に折り曲げることができるヒートロッドと広い可動域により、さまざまなポージングが可能。くさびゲートの採用により、ランナーから外しやすくゲート跡が残りにくいので、綺麗な仕上がりを楽しめる。 HGUC 陸戦型ガンダム、税込み価格1870点。外装パーツは新規造形となっており、特徴的な左右非対称の胸部などが再現されている。膝の可動性、肩の引き出しギミックなどによりスムーズな膝立ちや銃の両手持ちが可能となり、射撃ポーズの再現度が向上。 HGUC ガンダムマーク2キターンズ、税込み価格1650円。英語仕様同様多彩なポージングが可能で、キターンズ仕様独特のカラーリングを成型色とホイールシールで再現。さらに1から3号機の機体ナンバー用にテトロンシールが付属。HGUC ユニコーンガンダムデストロイモード、税込み価格1980円。映像設定をプロポーション、可動重視で初立体化、劇中変形時に稼働する部位をあえて別パーツ化し変形のイメージを強調。 HGUC クスイガンダム、税込み価格6600円。カトキはじめ氏の最新画工により、劇中では26メートルを超える大型 MS を144分の1スケールで徹底再現、細かいディテールまで各パーツに反映させることで密度感とボリューム感を演出。ビームサーベル、ビームライフル、シールドの各武装及びハンドパーツ付属。シールドは腕の六角形のパーツを外し取り付けることができる。 HGUC ガンダム F91 税込み価格1320円。パーツ選択式でフェースオープン状態を再現、放熱フィン展開状態もパーツ差し替えで再現できる。ベスバーを構えたポージングが可能、多彩な武器が付属。 HG ガンボルパ、税込み価格1540円。首、腰部のボールジョイントは空間を設けた構造で全後傾の姿勢にも対応、
シールド裏にビームサーベルのグリップとビームライフルのマガジンを格納できるサイドアーマーは軸可動とボールジョイントの採用で腰部可動域を確保。ビームライフルは脚部に着脱が可能。 RG、 ウィングガンダム、エンドレスワルツ、税込み価格2750円。可変航空機の翼の構造を交渉し、精密でメカニック感あふれる独特の機械翼に可動ギミックを搭載することでバード形態への変形を再現。バスターライフルやエネルギーカートリッジポット、シールドといった武装類も付属。 RG、 ウィングガンダムゼロ、エンドレスワルツ、税込み価格2750円。現実の航空機に使用されている素材技術を参考に主翼構造を再現。大気圏突入時の耐熱と機体防御を考慮し、翼の走行構造を雨状モールドで表現。最新の航空機や戦闘機を考察し、翼の可動機構を表現。より鳥の翼に近い3次元的な可動と曲線形状を再現。 RG、 ストライクフリーダムガンダム、税込み価格3300円。機動兵装ウィングはゴールドメッキパーツで構成。アドバンスド MS ジョイントにより組み立てやすさと可動域の広さを両立。 RG ならではの実機交渉によりリアリティを追求。機動兵装ウィングの展開収納ギミックも実機交渉をもとに設計。 HG ギルボウ、税込み価格4620円。細部までディテールを造形されたコックピットとコフィンはスライドオープンギミックを搭載。黒仮面とシュネーのフィギュアが付属し、工場状態を再現できる。腕部のエネルギー、インパクトブレードとミサイルポットは展開が可能。特徴的な脚部には複数の可動軸を内蔵。劇中のホバー状態を再現できる脚部形態変形用パーツも付属。フルメカニクス、フォビドゥンガンダム、税込み価格6380円。メカニカルな衣装を追求し、高密度ディテールと組み立てやすさを両立。排気口内部や走行裏のモールドに至るまで密度感のあるメカニカルな造形。ニーズヘグの刃パーツは2種の表面仕上げにより質感の違いを表現。バックパックからつながるエネルギーケーブルは付属のワニスチューブにて再現。フィギュアライズスタンダードノワール、税込み価格4620円。印象的なジャケットは着脱が可能。ハンドパーツの選択により袖から手を覗かせるこだわりのポーズも劇中さながらに演出。表情パーツが3種付属し、担保印刷、水転写式デカールによりキャラクターの表情を繊細に表現。 HGUC ザク2、税込み価格1760円。腰部のアーマーは素材の異なる2種類から選択式。軟質素材はアニメの動きを彷彿とさせる脚部の可動を再現。本体各所は機体フォルムに合わせた可動ギミックを採用。ザク2が装備する代表的な武装が付属。ランドセルはザク2の設定に合わせた造形になっている。 HGUC ドム、ビッグドム、税込み価格1870円。機動戦士ガンダムに登場する一年戦争の名機ドムの HGUC シリーズプラモデル。バーニアスカート、足の裏のパーツの交換でビッグドムになるコンパチキット。バズーカはジャイアントバズーカ、ビームバズーカの2種が付属し、背後にはヒートサーベルを収納可能。 HGUC ガンダムマーク2エウーゴ、税込み価格1650円。最新フォーマットの完全新規造形により劇中のイメージを追求しつつ洗練されたプロポーションを実現。肘、膝は二重関節で抜群の可動性を誇る。シールドやバズーカ、バルカンポットなど各種武装も付属。 HGUC クシャトリア、税込み価格4950円。 HGUC にして全高 155mm、 バインダーを含めて 200mm 近い大きさを誇る。4機の超大型バインダーはそれぞれ自由に稼働。さらにポーズ固定のため基部の一部にロック機構を採用。さまざまなシーンに対応できるギミックを搭載し、バインダー裏には大型バーニア2機、ファンネル6機が収納でき、各州でも再現されている。 HGCE フリーダムガンダム、税込み価格1980円。シャープなスタイルと幅広い可動域により迫力のアクションを再現。二重関節による腹部の可動、広い可動域を持つ脚部関節、大きく上下に可動する肩部、ビームライフル、ビームサーベル、シールドが付属。
サーベルは連結可能、 RG RX78 の2ガンダム、税込み価格2750円、 RX78 の2ガンダムの全設定を全高約 125mm の中に集約。少ないパーツ数での組み立てでダイナミックな稼働が可能なインナーフレーム、アドバンスド MS ジョイント搭載、 RG ガンダムマーク2、 EUGO 仕様、税込み価格2750円、コクピットハッチの開閉など、 RG ならではのリアルシステムだからこそ可能なギミックの数々を楽しめる。バックパックや膝裏関節の伝達パイプは布製パーツで質感豊かに再現。 RG フルアーマーユニコーンガンダム、税込み価格5940円、新規造形を含めた RG フルアーマーユニコーンガンダムの各種武装が付属。シールドはビームガトリングガンと合体、専用ジョイントパーツにより MS 本体への取り付けやすさを考慮した設計となっている。テレビ版オープニング登場時のハイパービームジャベリンが付属。組み替えにより折りたたみ状態も再現。 RG デスティニーガンダム、税込み価格2750円、アドバンスド MS ジョイントを採用。シードならではの空中でのダイナミックなポージングを再現できる。 RG ならではの実機を考慮した細かな走行分割。関節部などはリアリスティックデカールを貼ることで金属のような質感を再現。特徴的な翼は実機交渉により立体化、翼や武器の展開ギミックも再現可能。 HGUC ズゴック、税込み価格770円、形状武器ともに圧倒的な存在感を放った機体を忠実に再現。曲線を描く腕部および脚部、そして胴部にも ABS 樹脂製ボールジョイントを採用し、いろいろなアクションポーズを取ることが可能。クロー部分は可動、測定は新たに設定されたパターンを精密に再現。 HG 大ゼンガー、税込み価格5720円、根強い人気を誇る大ゼンガーが大張正美氏によるアニメ版デザインで HG シリーズに見参。三式残艦筒は通常時、展開時の2種類が付属。ダイナミックナックルやゼネラルブラスターなど各種必殺技を迫力あるポージングで表現可能。 HG YF29、 デュランダル・バルキリー、サオトメ・アルトキ、税込み価格4400円。一部に差し替えパーツを使用することで変形シークエンスを簡略化する。差し替え三段変形、ショートカットチェンジを採用。 HG シリーズならではの組み立てやすさと広い可動域、各形態の洗練されたフォルムを実現。13ミニッツシスターズ、イルシャナ、カラー C、 税込み価格2750円、両手に装備したクラブはジョイントパーツで連結可能。翼をかたどったバックパックは可動し、表情豊かなポーズを表現できる。髪飾りパーツや武装のデザインも相まって小悪魔的可愛らしさを演出。13ミニッツシスターズ、オプションパーツセット8、スカウトコスチューム、カラー C、 税込み価格1650円、印刷されていないフェイスパーツ2個に加え頭部パーツが2種類付属。ピンクのヘアスタイルパーツとフェイスパーツが付属。 HGUC ギャン、税込み価格1320円、首をはじめ腕や足に二重関節を採用し、ビームサーベルの突き出しなど躍動感あふれるポージングが可能。専用ビームサーベルにはクリアパーツが使用され、専用シールドは細かな色分けが成型色で再現されている。 HGUC グフカスタム、税込み価格1760円、グフカスタム最大の特徴である豊富な武器が144/1スケールにも付属。シールドは複雑な分割を再現、手首パーツも豊富に付属。 HGUC シナンジュ、税込み価格2860円、シナンジュの特徴である各ブスラスターの可動を再現、複雑なエングレービングも再現。豊富な武器パーツで組み替えにより劇中仕様を再現可能。HG ガンダムエアリアル、税込み価格1430円、シールドは11のビットスティーブに分離可能、機体各所に接続、劇中のイメージを表現できる。シェルユニットはインモールド成形のパーツやダブルサイドシールとクリアパーツの組み合わせにより再現。発光状態と非発光状態を選択式で組み立てることができる。
ガンダムシュバルゼッテ、税込み価格2090円。多彩な形態を再現可能な多目的攻防プラットフォームガーディアンが付属。機体背部に装着が可能。ガーディアン内部のシェルユニットはプラスチックシールで再現。首、腰部のボールジョイントは空間を設けた構造で全後傾の姿勢にも対応。 HG レミバーリング、税込み価格2090円。機体背部には大型のバックパックを装備。脚部に装着されたスラスターは前方に稼働し、ビームサーベルを格納。ビームライフルは補助グリップを稼働させることで両手持ちで装備可能。 PG ユニコーンガンダム、税込み価格22000円。フェイスガードの展開を含め、ユニコーンモードからデストロイモードへの変身を完全再現。全身の赤いサイコフレームには特殊集光性樹脂を採用。変身時に開閉するブレードアンテナはマグネットをインサートしてユニコーンモード時の一本頭脳を再現。デストロイモード時に露出する内面はゴールドで彩色済み。 HGUC RX78 の2ガンダム、税込み価格1100円。可動箇所の増加だけでなく可動範囲も大幅に向上。アニメシーンさながらの迫力のポーズが可能に。ランナーは組みやすさを考慮した配置を実現。くさびゲートを採用し、ゲート跡が目立たない仕様に。 HGUC シャア専用ザク2、税込み価格1760円。モノアイは頭部裏側の操作リブを動かすことで稼働。腕は上腕部に加え前腕部も回転し、可動域を大きく確保。腰部の可動域をさらに広げる軟質素材パーツを同梱。プラパーツと軟質素材パーツとの選択式となっている。 HGUC ユニコーンガンダム2号機バンシノルン、デストロイモード、税込み価格2200円。バンシノルンがデストロイモードで HGUC に登場。ランチャーの先端に刺すことでビーム10手射出形態を再現可能。 HGC エールストライクガンダム、税込み価格1430円。HG オールガンダムプロジェクトのシンポリキャップ&関節機構を採用することで組み立てやすさが向上。新しいストライクに合わせてエールストライカーも新設計。エールストライカーは脱着可能。 HGCE ストライクフリーダムガンダム、税込み価格2200円。シリーズならではの洗練されたスタイリッシュなデザインに加え、可動域が向上したことによりハイマットフルバーストモードが再現可能に。腰部レールガンは前方へはもちろん腰裏へも可動。スーパードラグーンは着脱可能で、連結可能なビームライフルをはじめ多彩な武装も付属。 HG ガンダムエアリアル回収型、税込み価格1870円。シールドは11のビットスティーブに分離可能。機体各所に接続、劇中のイメージを表現できる。新型の専用蛍光火器となるビームライフルの重心の長さは組み替え式で選択可能。すべてのビットスティーブが重心に接続されたガンビットライフルも再現できる。 HG ガンダムキャリバーン、税込み価格2200円。インモールド成形により胸部シェルユニットとアンテナの虹色の輝きを再現。ガンビットは別売りの水星の魔女。ウェポンディスプレイベース2セットと組み合わせてディスプレイ可能。メインウェポンとなる長尺の蛍光火器、バリアブルロッドライフルが付属。白いエスカッシャンも付属。登録者限定カレンダーは YouTube の外部 URL 制限により直接概要欄に貼り付けることが現在できませんので、チャンネルトップのこちらから Twitter にジャンプをお願いします。 Twitter のトップにまとめています。ご活用ください。では次の動画でまたお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。